こんにちは、ふみです。本日はですね、お正月のスペシャルダンジョンノルディス降臨の周回編成をご紹介していこうと思います。はい、こちらお正月のね特別ダンジョンなんですが、はい、こちらのキャラがですね、交換で、ゲットできるんですけど、まあ、それを交換するためにノルディスの奇跡が必要になりまして、まあ、それが落ちるダンジョンですね、こちら今日やっていきます。で、このノルディスなんですが、まあ、確保必須ですので皆さんね取りに行きましょう。必ず、3ターンに1回使えて上段横2列を木と光に変化でつなぎ騎士のキャラとなっておりますので、まあやっぱり3体は欲しい、頑張って欲しいかな。で、武器も一応あるので、まあ、武器分って考えると、まあ、3体以上、まあ、できる方はね取っておこうっていうダンジョンになっております。で、交換に必要なモンスターこちらですね、ノルディスと、イベントメダル黒2つで、奇跡が今日紹介する周回で手に入るやつです。で、ヤタガラスは、正月のダンジョンで手に入るやつですね。で、こちらの、鏡餅も正月ダンジョンで手に入りますという感じですね。まあ、なんでね、ノルディスも取りに行く必要はあるんですが、まあ、とりあえずこの、ノルディスの奇跡をね取りに行く周回編成ですね、紹介していきましょう。はい、今回お正月キャラクターの全パラ5倍ということで、リーダーはお正月の、神結びでいきたいと思います。超覚醒7コンボ強化プラス、上限解放ですね。そしてアシストがですね、夜有利の武器なんですが、ダメージ吸収プラスヘイスト1ターン以上の武器にしてください。まあ、いろいろね代用はあるかなと思います。はい、そしてシバドラ3体編成しております。3体とも超覚醒つなぎ騎士の上限解放 で、今回弱化が結構あるので、泥鏡の武器つけてあげてください。はい、私はアレキサンダー2つと、これサンタクロースのプレゼント魔法石の武器をつけております。そしてサブ最後強めですね、聴覚性が7コンボ強化でアシストでマドゥの武器なんですが、5コンボ加算というところで、採用しました。ちょっとねコンボ減少とかコンボ吸収があるので、まあ、5コンボ以上の武器かな、2ターン継続の5コンボ加算以上の武器、まあ、これも代用はたくさんあると思うので皆さんが持っているものをつけてあげてください。はい、そしてフレンド側ジョナサン・ジョースターですね、聴覚性7コンボ強化でアシストエリオの原画図なんですが、こちらまあコンボドロップ生成をですね、少し足したかったのと、ダメージ吸収無効薬で採用しております。はい、そして潜在が上限解放です。落ち込んなしバッジを持っている方は落ち込んなしバッジで全然やっていいと思いますが、持ってないので今回はね攻撃強化のバッジでやっていきましょう。はい、まあ、ほとんどねずらし、ほとんどというか全部かずらしのみなので特に難しいことはないですが、まずシバドラ一番左から打ってずらしです。はい、まあ、1体交換するのに、奇跡が10必要なので、まあ、3体欲しい場合は30周ですね。まあ、そんなに別にあのパズルはないので難しくないです。はい、で2階層もシバドラ2体目使ってずらししていきます。はい、まあ、ずらしだけでね、コンボドロップなしでも7コンボいくのでしっかり倒せるかなと思います。で3階層、3階層はですね一旦、1回使った芝ドラに戻ります。はい、一番左の芝ドラに戻って、ずらしてあげてください。はい、 OK、 そしたら4階層で、4階層はダメージ吸収なのでジョナサンの裏エリオの原画図使いながらで、ちょっとロックしちゃうのでシバドラで、はい、ロック解除しながら花火そしてずらしていきます。はい、 OK、 結構ねコンボドロップ、ダマメをね、つけているのでかなりコンボ的には余裕があります。はい、そしたらヤマトタケル、はい、ここはですね、まあ、半径貼られるだけなのでシバトラずらしていきましょう。 OK、
はい、OK。そしたら次、6階層、6階層、ここがですね、12コンボ以下吸収なので、まあコンボドロップ多いとはいえね、ちょっと厳しいので、ここで、強めの裏のコンボ加算を使っていきます。コンボ加算打ったら芝ドラずらし、まあここはね、しっかりと5コンボぐらいあれば12コンボはいけるかなというところですね。はい、7階層です。7階層も10コンボ吸収なので、2ターン継続がいい理由がここですね。で、5コンボ減算もありますので、まあ、結構ギリギリかなと思いますが、はい、いけるでしょう。 OK、まあ、ちょっと計算した方がいいかもな。6コンボ以上でもいいかもしれないですね。コンボのスキル強め裏、はい。そしたら、ここダメージ吸収なので紙結びの裏使います。はい、ヘイスト込みのダメージ吸収無効武器ですね。で、これなんでヘイストが必要かというと、ジョナサンをね、ボス階層で次で使いたかったのでヘイストを入れているという感じです。はい、でボス階層、はい、そしたら、ジョナサン打って、無効貫通になるんでね、ジョナサン打ってずらしで半分まで削ります。はい、そしたらですね、一応ね、ま、上だけなので大丈夫かなと思うんですが、もしロックが下の方まで来ちゃった場合は次強めから打ってください。強めで、ロック解除できるので、ロック解除してから、はい、シバドラ打ってずらし、これでしっかりと無効貫通スキルもあって倒しに行けるかなと思います。 OK。 で、報酬でですね、交換に必要なヤタカラスと、あと鏡餅の、まあ、銀かな、銀がほとんどだと思いますが落ちるので、ここでしっかりと交換素材を集めましょうといった感じです。まあ、ちょっとね、周回3体だと30周必要ですが、まあ、難しくないので皆さんこのね、ノルディス13日かな、と2週間ぐらいあるのでしっかりと回っておきましょう。まあ、普通に周回して3分半ぐらいですかね、平均3分半ぐらいで回れるかなと思います。で、ちょっと今やって思ったんですけど、コンボドロップがね結構生成してくれるんですけど、5コンボ減算の時のあの10コンボ以下吸収が結構ギリだったので、もしかしたらね、ここはちょっと5コンボ加算より6コンボ7コンボ8コンボ加算の方がいいかもしれないですね。もうちょっとコンボ加算多い方がいいかもです。まあ無難に8連ガチャドラのブローチとか持っていれば8コンボ加算2ターン継続なので、まあ安定かな。まあ、そうですね、2ターン継続の、7コンボ8コンボ加算の方がちょっといいかなと思いました。すいません。はい、ということで皆さん忘れずにノルディス作りましょう。私もあと、27週ぐらいかな、頑張りたいと思います。今年もたくさん動画上げていく予定なので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。